松木美優の本気でみゆみゆ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヘロー、ボンジュー、ニーハオ、アンニョン、ハシモニカ、グラッチェーな松木美優です。インターネットラジオということですので、皆さんがいつどこで聞いていても対応できるようなグローバルなご挨拶で始まりました、松木美優です息が切れてる。いや、実はですね、私昨日すごい悲しわりに会ってしまって、ものすごい寝不足で、はい、もう今ちょっと体が痛いんですけれども、皆さん悲しわりには気をつけてください。さてさて、そんな感じでですね、14日のアニスタ TV 開設記念イベントに来てくださった皆さんも本当にありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。もう私もですね、もう本気で感動してしまった次第なんですけれども、このアニスタではですね、7月14日に行われましたアニスタ TV 開設記念イベント総劇の模様をこのインターネットラジオでお送りしたいと思います。配信は8月15日からの予定となっております。残念ながらね、当日イベントに参加できなかったあなたも、そして参加していただきまして、感動もう一度というあなた、ぜひぜひこの配信を楽しみにしていてくださいね。はい、そんな感じでこの番組、松木美優の本気でみゆみゆは、私松木美優がもうね、何事にも血管が切れるくらい本気で取り組んでいき、また皆さんにも血管が切れるくらい本気で聞いていただこうという、まさにもう血管ぶち切れなガチンコ勝負な番組となっておりますので、皆さんちょっと疲れるかもしれないんですけれども、ぜひぜひこのままついてきていただければ、松木にはものすごい嬉しいかななんて思ったりするんですけど、なんで私は今しょげているんだろうというわけで、早速第3回目の放送、本気で行かせていただきます。それではまずですね、よいしょよいしょよいしょ、皆さんからの本気メールをご紹介していきたいと思います。でも本当にね、たくさんね、たくさんねメールをいただいて、私はもう本当にとっても嬉しいんですが、その中からですね、及川さりさんからのメールです。ありがとうございます。みゆみゆこんにちは。あ、こんにちはです。そして初めまして。はい、番組開始おめでとうございます。さて、早速質問があります。この番組を繰り返し聞いていると耳に残って気になる曲があるのです。そう、オープニングとエンディングでかかっている曲です。みゆみゆの歌声に聞こえるのですが、この曲はみゆみゆが歌っているのでしょうか。また CD などで発売されていますか。ぜひ教えてください。お願いします。それではこの辺で、これからも本気で頑張ってください。ではでは、ということで、及川さりさんからいただきました。ありがとうございます。はい、もうさすが、さすがです。及川先生、あなたもう目の付けどころ、いや耳の付けどころがいいということでですね、私すごいテンションだ。ですね、ちょうど今かかってると思うんですけど、この曲がですね、空色の名前というタイトルで、松木美優、そうなんですよ、歌っておるんですよ。去年ちょうど発売になりました、ミッシングブルーというゲームがあって、それのりつきさやちゃんというキャラクターのマキシシングルが去年ね、これもキャンディーポップレーベルさんの方から出ておりまして、こちら好評発売中ですので、フルコーラス聞きたいという方はぜひぜひゲットしていただけたらな、なんとこんなところでちょっと営業なんかしちゃったりなんかしてそしてですね、エンディングの方なんですけど、こちらもミッシングブルー関係になっておりまして、あ、ちょうど今かかってるようなんですけれども、ミッシングブルーサウンドコレクションプラスアルファというですね、ミッシングブルーのゲームのサントラ CD がサイトロンさんの方から出ているんですけれども、こちらの方はりつきさやのテーマ曲ということで、はい、インストになっているんですけれども、どっちもりつきさや関係になっておりますので、気になった方はぜひぜひチェックをお願いいたします。はい、そんなもうね、2回の放送が終わったところで、こんな BGM にまでこう興味を示してくださって、私はすごく嬉しいなと思ったりしております。というわけで、もう今日も本気でガンガンぶっ飛ばしていきたいと思いますので、まずはこの辺で本気で CM です。マシンに負けない超びっくりなヒューマンクリエイターを育成する代々木アニメーション学院の実力教育は今が旬。岩根流21世紀極秘サクセスの術を徹底伝授。
見て聞いて触れる無料一日体験入学や学院無料説明会も充実。ただいま平成15年度生入学願書受付中。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-310-042 0120-才能を世に、ホームページ www.yag.ac.jp。 あなたの才能発揮どき。松木美優の本気でみゆみゆ。皆さん、本気で聞いていただいておりますでしょうか。ということで、まずはこのコーナーから行ってみましょう。みゆみゆの本気で三段活用。世の中には様々な三段活用が存在しております。現在形、過去形、未来形ですとか、ボース、モヒカン、ベッカムカットですとか、良い子、悪い子、普通の子ですとか、まあそんな感じでですね、そんな三段活用に鋭くメスを入れ、皆さんに本気で新たな三段活用を作ってほしいという、私、松木美優は思うわけでして、はい、なんかもうキャラが、キャラがなんか変になってきたところで、もう早速ですね、本当にメールたくさんいただきまして、どんどんご紹介していきたいと思います。ですね、こちら行きましょう。埼玉県にお住まいのみゆみゆネーム、ネギ坊主さんからです。行きましょう。お、いいですね。七人の七のメガネっ子。小野寺ひとみちゃんの三段活用。嬉しいですね。松木美優が声をやっております。小野寺ひとみちゃんですね。行きましょう。1! とってもキュートなメガネっ子。嬉しいですね。そうですね。ひとみちゃん、メガネをかけたキャラクターだったんですけれども、とても可愛いんですよ。2! とっても親友思いの優しい子。そう、いつもナナのことを気にかける、そんな可愛いひとみちゃんだったんですよ。じゃあ、どんどん行きましょう。3! でも、メガネを取ると、ドラえもん!はい、ということで、あれ?一人のナナを見ていない方には、ちょっとすごくわかりづらいネタだったと思うんですが、私はこう、かなり笑ってしまったんですが、わからない方に説明いたします。メガネをかけてる役だったんだけど、もうね、メガネを取ったら、普通ね、メガネっ子はね、メガネを取ったらさらに美人になるという法則が私の中ではすごいあったのに、ひとみちゃんに、私がやったひとみちゃんに限っては、メガネを取るとね、目も口も3、数字の3になる、のび太くんがメガネ外した時みたいな、顔になっちゃって、こうひとみちゃん好き好きな皆さんはと思ったらしい顔ということで、はい、ご覧になってない方はですね、テレビの放送は終わっちゃったんですけれども、ビデオや DVD で出ておりますので、ぜひぜひ7人の7見ていただけたら瞳も嬉しいかななんて思いますということで、ネギ坊主さん本当にありがとうございました。やっぱりネギ坊主さんにも三の字なひとみちゃんはショックだったのかな。はい、じゃあどんどん行きましょうね。よいしょ。じゃあ次はね、この方です。ダイナマン NT さん、東京都の方からいただきました。こんにちは、みゆちゃん。本気で三段活用を考えてみました。松木美優を表す三段活用。嫌な予感がしますが、行ってみましょう。1! ぷっくり。そうですね。私のほっぺたもまだ進化を遂げておりまして、日々成長しているんですが、はい、ぷっくり、そうですね。2! お茶目なベビーフェイス。一応わからない方に説明しておきます。松木美優お茶目なベビーフェイスという DVD を以前出させていただきまして。はい。次行きましょう。3! 自称 !80cm! はい。というわけでですね。一応ダイナマンさんからは、あれ、キングでしたという一言が入っているんですけど、
そうね、あのですね、ぶっちゃけ話しますと、そのね、DVD を出すときになんか3サイズを書かなくちゃいけないっていうことで、普通ね、3サイズって、女の子自分じゃ測らないじゃないですか。で、それで、私もわからないから、一応ね、適当にね、雑誌とかに載ってるタレントさんの3サイズをこう写して書いといたんですけど、80センチってすごい、おっぱいが大きい人用の、ね、長さ、なんて言うんだ、サイズらしくって、すぐに嘘だとバレた、この80センチ、松木美優のバストということで。でも、ね、実際は何センチなんだろう。前、そういえば、テレビで見てたら、なんか、泉元哉さんですっけ、狂言師の方の、が、なんか身長をさば読んでるんじゃないかっていうことで、お昼の番組で実際生放送で、身長を測っていたんですけれども、あんな風にこう、一度、本当にきちんと大やけのところで測ってこう、見たいなと思う。今日この頃なんですが、そんなこと言っていいのかな？はい、本当は何センチなのか未だにわからない松木美優でした。ということで、はい、本気で三段活用、こんな風に今ね、ご紹介した以外にも本当にたくさんいただきまして、ありがとうございます。またどんどんネタをですね、お寄せいただけたら嬉しいなと思います。ということで、みゆみゆの本気で三段活用ではもう皆さんからの本気のネタメールお待ちしております。合言葉は、センドメール、クリッククリックです。みゆみゆの本気で不幸自慢。さてさて、続いてのコーナーです。このコーナーはですね、あなたの不幸な体験や身の上話を伺いつつ、本気でこう、一緒に悲しんでいこうという、ちょっぴり後ろ向きな、そんなコーナーです。ということで、あんまりたくさんメールいただきましたので、どんどんメールをご紹介していきたいと思います。はい、さっきも言ったんですけれども、もう、ほんと昨日の金縛りでも、体中が痛いよ。そんなちょっと不幸な松木美優がお届けしております。では、まず、5つ目のメールです。奈良県にお住まいのハンドルネーム、楽ちんさんからです。みゆたん、はじめまして。みゆたんの声、いいで、クロス2のマイ好きですから、かっこバク、わーい、嬉しい。はい。それはさておき、最近やった不幸なことは、間違って同じ漫画を2冊買ってしまったということでしょうか。あるある。まあ、確認せずに買った自分がダメだったんですが、みゆたんはそんな不幸な失敗をしたことはありますか？ということで、楽ちんさんからいただきました。あるある、そういうちっちゃな失敗はあります。そうだな、例えば、なんだろう。家に、なかったと思って調味料とか買って帰るとお家に思いっきりあったりとか、だからマヨネーズが2本いつまでもあったりとか、あとね、はい、最近すごい辛かったのがね、私はお洋服とか買うのもやっぱ一生懸命買うじゃないですか、その、お金をやりくりしてね。でも、もうすぐイベントだし、この可愛いお洋服買いたい、とか、考えて、すごい悩んで、やっと買ったお洋服が、ワゴンセールで次の日かけられて半額になってたりとか、そんなの買うときに言ってよ、とか、思うじゃないですか。なんかね、そういう、ちょっとした損はいっぱいある、ある。あと一番悲しかったのが、そう、あのね、埼玉の方に仕事で行って、で、そこで、MR っていう、お、生活感あふれる単語が出た。MR っていう、おしゃれ着洗い用の、洗剤があるんですよ。ちょっとご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それの詰め替え用って大体200何十円かするんだけど、その、スタジオの近くの薬局で、200円すごい切ってて、確か、いくらだ ?100円台中盤ぐらいで、うわーと思って、そう、すごい大量に買い込んで、頑張ってその、埼玉県の方からお家までいっぱいね、電車でこう、たくさん荷物持って移動したら、家の近所ではもっと安く売ってたとか、そういうね、ちょっと
悲しい失敗はよくやります。でもまあ後悔してもね、やっちゃったもんはしょうがないのでね、楽ちんさんもその2冊の漫画を何かこう活用することを考えてどうしよう、1冊声に出して読んで練習するとかぬなのこちゃん1冊は読み込むとなんかね、いい方向に活用することを考えて前向きにいきましょう。ということで楽ちんさんはクロストゥーもやってくれてるみたいで、私はとても嬉しいです。またメールくだちゃい。ということで次のメールをご紹介していきましょう。じゃあ次は、神奈川県藤沢市藤沢市にお住まいの海豚さんからです。みゆちゃんはじめまして。おー、はじめましてです。私の不幸な体験聞いてください。私の趣味は波乗りなんです。波乗り？サーフィンのことだよね。うん。です。前に台風が日本付近に来た時、これは行くしかないと思い、早速海に行きました。そして海に入りサーフィンを満喫して、そろそろ上がろうかなと思って波に乗っていたら、ワイプアウト、かっこ簡単に言えばこけたんです。ワイプアウトした途端に、リーシュコード、かっこ足とボードをつないでおく、命綱みたいなもんです。リーシュコードが切れてしまったのです。バッシャーン。すごい。波はガンガン来るし、霧で全然見えないし、波乗りを始めて8年になりますが、初めてですよ、こんなこと。本気で死ぬかもって思いました。ちなみに高校時代に水泳で全国大会に出場していますので、泳ぎには自信あり。みゆちゃんはこんな死ぬかもという状況に出くわしたことはありますか。それではエアコンのかけすぎには気をつけて、これからも頑張ってください。ではということで、海豚さんからいただきました。危ないそうなんだ。サーファーさんは台風が来たら海に行っちゃうものなの？ありゃ、そりゃ怖いね、そりゃ怖いね。はーい。ある。私は、死ぬかもっていうのはね、まあ、死なない。これは、海豚さんのこの体験は本気で死ぬかもネタだと思うんですけど、私は精神的に絶対死ぬって思ったことがあって、小学校3年生の時にね、東京ディズニーランドに初めて行ったんですよ。広島から、家族で旅行で。で、そしたら、なんだっけ、宇宙を回る。スペースマウンテンだ。そう、スペースマウンテンで、私ね、回る系は大丈夫なんですけど、速いスピード系のジェットコースターとかも全然ダメなのに、無理やり兄に乗せられて、で、小学校まだ3年生ですよ。で、お兄ちゃんは、いくつだ？4つ違いだから4、中1ぐらいかな。え？そうだっけ？違う！私が小2で、お兄ちゃんは小6かな。まあいいや。まあとにかく小2か小3の頃に行って、ほいで、怖いのに無理やりスペースマウンテンに乗せられて、で、たまたま一番前に乗せられて、スペースマウンテン好きにはたまらないと思うんですけど、私は別の意味でたまらんわいみたいな、一番前に乗せられた上に、やっぱり身長がね、全然低かったので、乗ってもね、腰を押さえてる棒もパカパカで体がめちゃめちゃ動くんですよ。で、それで手を伸ばして前の棒を握っても、その棒、手がほとんど届かなくって、両手指3本ぐらいしかほんと届かないのに、一番前に乗っちゃって、ね、死ぬかと思った。一人で興奮しちゃった。なんですよ。あれはもうね、ものすごい幼き頃のトラウマになっているので、ね、私もそうですし、海豚さんもその限界以上のことはあまりやらない方向で、ね、生きていけたらなと。あ、でもな、限界以上に挑戦しないと前進しないということもありますし、という、なぜかなんかすごい深い人生論にまで、なぜ私はなっているんだろう。ということで、まあ、ね、海豚さんも、よかったよかった。本当に無事でよかったです。サーフィンなんだかかっこいいですけど、気をつけて、やってくださいね。ということで、海豚さんもどうもありがとうございました。はい、ということでですね、不幸自慢はこの辺でおしまいかしら。はーい。なんだか皆さん、まだね、ご紹介できなかったメールもたくさんあるんですけど、なんかいろいろ皆さんあるみたいで、では負けずに頑張って、ね、いつか
いいことは絶対あるから頑張ってしていきましょう。ということで、みゆみゆの本気で不幸自慢では皆さんからの本気の不幸メールをお待ちしてます。なんか別の意味かも。はい、合言葉はもちろんセンドメールクリッククリックです。収録してますよ。そよ風のロンドから1年、これからもずっと見つめてほしい。影山ひろのぶプロデュース、野川さくら星の降る丘、8月7日オンセール。さてさて皆さん、本気で楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、エンディングのお時間です。早いです。はい、今日の番組冒頭からお伝えしておりました金しおり事件なんですけれども、多分幽霊さんがどうたらっていうことではなくて、多分ものすごいその日ね、運動したから疲れてて、朝ね、泳ぎにっていうか浮かびに行ったんですよ、プールに。暑かったから一人で、それのせいだとは思うんだけれども、それでね、夜寝てたら3時ぐらいに、まず多分ね、悪夢をどうも見てたみたいで、いやーと思ってハッと目を覚ましたら、目は開くのに手足が動かないんですよ。で、夜中に手足が動かないなんて、それはものすごく精神的に怖いではないですか。で、もうすごい怖くて、ものすごい怖くて、どうしようどうしようと思って、で、なんとかね、手がちょっと動いたんで、携帯電話をこう取り出して、あと一つ発信ボタンを押せば、松木美優の広島の実家にかかるように、携帯をこうセットして、右手に持って寝たんですよ。で、やっぱり金縛りもう一回来ちゃって、あーお母さんと思って、またカチッとこう発信ボタンを押して、広島の実家にかかって、どうしたのって言って、事情を言ったら、子供じゃないんだからってすごい怒られちゃいました。だって怖かったんだもん。ということで、この恐怖の金縛り事件、再現ビデオじゃないな、再現がですね、再現写真が今皆様のパソコン画面上で見ることができると思いますので、ぜひこの恐怖の体験一緒に味わいたい方は、ちょっと写真をご覧になっていただければと思います。はい、というわけで、私松木美優情報行ってみたいと思います。まずですね、テレビ東京系で放送中のわがままフェアリー見るもでポンという番組があるんですけれども、こちらで、ピクモという役で出演をすることになっております。とても可愛らしい役ですので、ぜひぜひチェックをしていただけたらと思います。それから、ララ TV という CS の方なんですが、ララ TV というところでやっておりますダナンドルという海外ドラマの方でもですね、エイミーという役で、吹き替えなどもちょこっとしている回もございますので、もし見ることができる方はちょっとチェックしていただけたら、なおまた越し松木に嬉しいかななんて思います。そしてお馴染みになりましたキッズステーションで放送中のアニメパラダイスという番組の中で、トラツーのコーナーレポーター頑張っておりますので、こちらの方も今後ともよろしくお願いいたします。まずきみゆますます頑張っておりますので、ぜひぜひこれからもよろしくです。ということで、はい、いかがだったでしょうか。まつきみゆの本気でみゆみゆ、この番組は皆さんからのメールが命です。今足をやってみたんだけど、まあいいや。はい、アドレスはアルファベット小文字で info@anista.tv です。このインターネットラジオのね、ページの下の方にセンドメールというボタンございますので、それをクリッククリックしていただきますと簡単にメールできます。件名のところにですね、必ず番組名、松木美優の本気でみゆみゆ、または各コーナー名、みゆみゆの本気で三段活用、みゆみゆの本気で不幸自慢と必ず書いていただければ
ければ嬉しいです。またですね、もちろんそれ以外の私への応援メッセージですとかご質問、そしてあなたの近況報告や、またキラッと光るネタ小ネタなどもどんどんご紹介していきたいと思いますので、いっぱいいっぱいメールいただければと思います。メールをくださった方の中から抽選で、私松木美優直筆サイン入りポラロイド写真を差し上げておりますので、どん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 メールをいただければ嬉しいなと思います。はい、それからですね、このアニスタ TV ではこのラジオ以外にも内容充実、動画コメントも盛りだくさんのイベントカレンダーやイベントリポート、そしてここだけにしかございませんアニスタオリジナルグッズが購入できるショッピングサイト、メールマガジンの配信サービスなどもやっておりますので、ぜひいろいろクリックしてお気に入りのコーナー見つけていただければと思います。ということで最後に本日のですね、よいしょっと、ポラロイドまた言えてない、この間も言えなかったのに悔しい、今日のポラロイド写真当選者の方の発表です。奈良県にお住まいの楽ちん楽ちんさん、漫画を2冊同じの買っちゃったという楽ちん楽ちんさんに決まりました。わーい、これで、ね、漫画の損の代償になるかはわからないんですけれども、あなたが嫌と言っても送りつけますので、ぜひぜひ受け取っていただけたらと思います。楽ちん楽ちんさん、ぜひ写真、ご利用ください。よくわかんないや、活用わかんないや、まあ、とにかく受け取ってください。ということで次回も本気で聞いてくださいね。次回は8月1日更新予定です。ということでお相手は松木美優でした。あなたの本気くださいね。ではでは。